ポートフロンテナックは、1673年に、オンタリオ州キングストンに建設された、かつてのフランスの交易所であり、要塞である。オンタリオこと働き側の合流地点に位置し、もともとは、木造の柵が巡らされたものだった。後に、ルネロベール・キャバリエ・ド・ラ・サールにより、石造りの正方形の要塞となり、さらに、ルーベル・フランス総督、フロンテナック博、 ルイとボードでフロンテナックにちなんで、今の名となった。フォートフロンテナックの図面、1685年、フォートフロンテナックの目的は、大きな収入をもたらす毛皮貿易を、西はグレートレイクスベースンに、北はカナダ建て上地にまで広げることだった。また、やはり、ミシシッピー川上流地域を支配下に収めるべく、 フランスと競り合っていたイングランドに対しての取り出の意味合いもあった。この要塞のもう一つの役目は、五大湖やオハイオ領土の軍事基地へ支援や補給の部隊を供給することだった。フロンテナックは、この要塞により、自らの取引への野心が満たされるのを願っていた。この要塞のそばに、小さな、風の影響を受けない湾があった。フランス系住民はそこを、 湖を航行する大型船の港として使っていた。カヌーしか移動手段がなかった奥地へのオタワ川の毛川交易ルートと違い、五大湖の下流地域では大型船が楽に航行できた。毛川や支援物資などの輸送品は五大湖下流を通る限り経費が抑えられた。フォートフロンテナックにはこの港を守る役目もあった。要塞の初代運営者であり、 司令官でもあるラサールは、要塞をさらに増築し、入植者を増やすために家畜まで持ち込んだ。また、1675年に木造だった要塞をしっかりした石造りに変えた。17世紀に書かれた要塞についての文章にこういうのがある。要塞の4分の3はレンガ、または片い石でできており、 壁は91.5センチの厚さで高さは3.6メートルである。また、未完成で1.2メートル余りの高さしかないところも、ある。残りの部分は杭である。中に入ると、四角形の木材でできた家が350メートルに、渡って続き、火事屋、衛兵の詰所、士官の家、井戸、牛小屋がある。堀は5.3メートルの幅である。きちんと整えられ。 死をまかれた広い農地があり、そこから百歩も行くと、借り入れた作物を貯蔵しておく納屋がある。要塞のかなり近くに、フランス系住民の家が何軒か、色恋族の集落、そしてフランシスコ会の制度がある。その後、毛皮貿易をめぐって、色恋戦争が勃発した。フランスと、色恋族とはそう友好的というわけでもなく、1667年に、 平和条約が締結されたが、1680年に、再び戦争が勃発した。これは、フォートフロンテナックにも影響を及ぼした。1687年、デノンビル公ジャックルネド・ブリゼード・デノンビルが、色恋族相手に、軍事行動を起こし、色恋族の一派である、オンタリコナンのセネ家族の領域へと進軍した。デノンビルは、 自らの行動を正当化するために、フォートフロンテナックでの平和的な話し合いに向かっているだけだと言った。そして、川を登って、軍を要塞へと進ませ、フランスに友好的だった女性や子供を含めた色恋占住民を行政官であるドシャンピニが捕らえて投獄した。表向きは、デノンビル軍の部隊の配置を人に漏らさないように、するためだったが、うち何名かは、 ガレー戦をこぐ奴隷として、フランスに送られた。その後、デノンビルは、セネ家族を攻撃した。ルイド・ボード・ド・フロンテナックこの紛争をめぐる、報復として、色恋族が、多くのフランス植民地を攻撃した。その中には、フォート・フロンテナークも含まれていた。フロンテナックとカタラキの植民地は、1688年に2ヶ月間包囲された。要塞は破壊されなかったが、 植民地は荒らされ、包囲戦中に多くのフランスの兵士が解決病で死んだ。その後、1695年にフロンテナック総督が再建し、今の名が付けられた。フォートフロンテナックの戦い1740年代には、イギリスとフランスの間の緊張が高まったため、フランスは要塞の防御能力を改善して、新しい砲台を据え、新しい兵舎を建てて、 駐屯部隊の規模を拡大した。こういった改善策にもかかわらず、要塞の戦略拠点としての重要性は徐々に減少していき、フォートナイアガラ、フォートデトロイト、そしてフォートマキナックがより重要性を増していった。7年戦争の間、イギリスとフランスが北アメリカの覇権をめぐって張り合っており、イギリスはフォートフロンテナックが 他のフランスの要塞に比較して、輸送と通信の点で頂点に位置していること、そして、セントローレンス側から五大湖に沿った水上輸送手段があり、オハイオに植民地を持っていることが戦略上の脅威であると考えた。かつてほどの重要性はないとはいえ、以前として、ヌーベルフランス西部の植民地への物資の供給元である。イギリスは、 この要塞を無力化してしまえば、他の植民地に物資が行き渡らず、彼らの防御力が削がれると考えた。また、上流のアッパーカントリーの先住民との取引も中断してしまうだろうとも考えた。しかし、イギリスが要塞を攻撃しようと考えたのは、ただ、フランス側の交易ルートを支配したいためだけでは、なかった。イギリスが、 フォートフロンテナックから湖を越えたところに、1722年に建設したフォートオズウエゴで、やはり先住民との取引が行われていたのである。実際、フランスの将軍インモンカルムは、1756年8月のフォートオズウエゴの戦いの際に、この要塞を戦略上拠点として使っていた。1758年、 ティコンデロが取り出で敗北を喫したイギリスは、士気を回復させるべく、その年の8月に、ジョン・ブラッド・ストリート中将指揮下のもと、5000人余りとも、言われる兵力で、フォート・フロンテナックに攻撃をかけた。守りが手薄であったフォート・フロンテナックはあっさり、陥落してしまった。ブラッド・ストリートは、要塞の物資と、フランス海軍の船を獲得し、要塞の破壊を命じて、 素早くその場を立ち去った。イギリス側としては、フォート・オズ・エゴも無傷で、軍の評価は回復した。一方フランスは、要塞を失ったことは、単に一時的なものだと考えた。フォート・フロンテナックの陥落は、フランスの通信輸送と完全に立つことには、ならなかった。西部方面へは、他にもルートがあったからであるしかしながら、長期的な視点で見れば、この幸福は、 先住民の間でのフランスの意向を落とすことになり、それが北アメリカでのヌーベルフランスの敗退につながる最大要因ともなった。以来、この要塞がもはやフランスにとっては重要でないことがわかり、その後25年間再建もされずそのまま放っておかれたのである。テートド・ポン兵舎の入り口アメリカ独立戦争後、ロイヤリストがアメリカから流入して、 フォートフロンテナックの近くや働き側流域に定住するようになった。増加していく人口を守るため、アメリカからの攻撃に備えて、イギリスは1783年に要塞を一部修復し、駐屯部隊をそこに収容した。1783年の10月までには、要塞の跡地に、石灰用病院、弊社、士官の宿舎、倉庫、 そしてパニアが立ち並ぶようになっていた。1787年、要塞の修復された部分は、テイトド・ポン兵舎として知られるようになった。現在の兵舎の多くは1821年から1824年にかけて建設された。1812年戦争の際には、フォートフロンテナックは、キングストンの軍事の中心となり、多くの部隊を収容していた。 イギリスが1870の71年にかけてカナダから撤退すると市民軍によりフォートフロンテナックとケベックそれぞれの要塞が軍学校になった。フォートフロンテナックはロイヤルミリタリーカレッジの士官候補生のババとなり1905年にロイヤルカナディアンホースアーティエリーとなった。本部は1939年までキングストンに置かれたがその年に 第二次世界大戦参加となり、その後しばらくは、平坦部となった。戦争が終わって1947年、カナディアンアーミースタッフカレッジと新設されたナショナルディフェンスカレッジが置かれ、そして今はカナディアンランドフォースコマンドスタッフカレッジとして、陸軍士官育成の場となっている。この要塞は、カナダ国定史跡に選ばれている。1982年、 考古学の調査が、フォートフロンテナックで始まった。1984年の春、キングストン市は、北西部のセイミカエル要塞とカーテンウォールトリデでの、発掘及び再構築を可能にするために、オンタリオストリートと、プラスダルムストリートの交差点の位置を変えた。この調査で、要塞とその周辺の発展及び使われ方に関する、 重要かつ細々した情報が得られ、遺跡と歴史上の地図や図面の記載情報との関連を築くのに役立てられた。ありがとうございます。